様いかがお過ごしでしょうか。ゆうきチャンネルの中の人ゆうきです。本日もですね、皆様に詰め将棋をお楽しみいただきたいと思います。今回の詰め将棋はですね、私がオリジナルで作りました詰め将棋なんですけども、今までとは違ってですね、ちょっと手数が多かったということもありますから、今回は久しぶりに5手詰めという形でですね、送らさせていただきたいと思います。5手詰めですのでね、そこまで難易度としては難しくないんじゃないかなとは思います。今回勝手に今後こんな感じでですね、縦にこうずら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 こう並んだ形になっているかと思います。というですね、皆様に頑張ってこれの詰め将棋ですね、解いていただこうかと思っております。では、棋譜の方を読んでいきます。玉方1二角1三玉1四飛車、ここまで玉方の駒ですね。攻め方1五角、盤上にあるのは1五角のみです。そして持ち駒に桂馬1枚、そして金が1枚ございますね。ではこの3枚の駒を使ってどのようにしてですね、1三玉を詰ませていくのかについてですね、皆様考えてみてください。では1分間ですね、皆様頑張って解いてみてください。それではどうぞ。はい、皆様ここまでご視聴ありがとうございます。では解説の方を行っていきたいと思います。今回これね、縦にずらっとこう並ぶような形なんですが、思わぬところに詰めがあるんですね。で、まあ解けた方はですね、まあ気づいた方と思うんですけども、この2一角とこの1四角、これ全く動きもしないんですね。これ完全にただの大きいものなんですね。どこに働くわけでもなくですね、王様を守るわけでもなくですね、これただの完全に置き物なんですね。ただこれね、多分、解けなかった方はね、この飛車と角がね、どのように動くのかについてですね、ちょっとわからなかったかもしれませんね。では、最初にどのように積ませていくのかに関しましてですね、お話しさせていただきますと、最初にここに2四銀打ち、これね、最初に考えていてはこれかとは思うんですけども、これは同飛で取られてしまうので、これ全く意味ありません。なので、これ2五桂打ちしかこれないんですね。はい。2五桂打ち。で、これ2二玉とこう引くしかないんですね。なぜなら2三玉とこう逃げた場合に関しましては、3三角成で即詰みになってしまうんです。3手詰めですね。3手詰めになってしまうので、全然、ロレスが回ってないですね。3三角成でですね、即詰みになってしまいますから、2三玉は頓死。もしね、詰め将棋のルールは、相手玉はですね、長く生き延びること、これが大事ですから、2二玉しかないんですね。で、2二玉も構わずですね、3三角成とこう来るわけですね。はい。王様はまた2つしか逃げ道がないです。2一玉と3一玉。これどちらにしてもですね、まず、こっち3一玉でしたら、これ3二銀打ちでこれなく進み。はい。で、もし2二玉でしたら、ここ2二銀打ちでこれで詰みですね。はい。なんとこれで詰んでしまうんですね。はい。そこまで難しくありません。ではもう一度解説させていただきたいと思います。では、もう一度やっていきたいと思います。2五桂打ちしかこれね、爪の手筋がないので、これまず桂馬打ちますね。2五桂打ち。で、王様は2三玉に引きますと、これ先ほど言った通り3三角成で即詰み。ですので、2二玉しかないですね。まあ、で、それにしても構わず3三角成でこうですね、角をこちらに持っていきます。そうするともう王様自然的に後ろに引くしかないわけですね。1一玉に逃げるとですね、角馬がちゃんと効いてますから逃げれません。2一玉ですら2二銀打ちで即詰み。これで5手詰め。
で、同じように3一玉にしてもですね、3二銀、うちでですね、こちら、詰み、即詰みになります。ということでね、なんとこのような形で今回ね、詰みがありましたということでね、お送らさせていただきました。ということでですね、皆様ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。今回の詰め将棋はですね、動画の方にこう撮らせていただきましたからですね、何度もこう解いていただいてね、こう思い出深いものにそこをさせて、思い出深いっていうのもおかしいですけどね、何度もこう解いてみてですね、詰め将棋に対してこう愛着というものですね、いただいていただければと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いいたします。さあさて、明日の詰め将棋なんですけど、とんでもないものができてしまったんですね。明日紹介する詰め将棋、もう何手で詰むかについてもですね、ちょっと言えないんですけども、なんとですね、少なくとも10手以上かかる詰め将棋をですね、紹介させていただこうかと思います。私が作った詰め将棋の中でですね、最長の詰め将棋じゃないかなと思います。ついでですね、ついで多いのがですね、今まで作った中では17手詰めというのが私の中にはあったんですけども、それを超えるような詰め将棋なんですね。さて何手で詰むんでしょうかね。お楽しみください。ということでね、本日はご視聴ありがとうございました。また次回の動画もご覧いただければと思います。さあ、明日の詰め将棋お楽しみに。